こんにちは。BFA エステート株式会社の福島です。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は不動産投資詐欺の王道パターンとその対策を教えてください。不動産投資詐欺7選でいきます。まず一つ目、手付金詐欺ですね。これは売買契約に進めるぞとなった際にですね、手付金の支払いを求められるんですけれども、売買契約締結前にお振り込みしてしまったという時に、もう売り主も仲介業者も全員連絡が取れなくなってしまうという、手付金だけ取られて逃げられてしまうというパターンがございます。取り返すのは難しいですか？全く連絡がつかないとなると、どうやって探し当てるか、どうやって返還してもらうかっていうのはなかなか難しいのではないのかなというふうに思います。これの対策としては、なるべく売買契約締結後に手付金をお支払いいただく、まあ、そもそもあらかじめそういった業者だということをちょっと見抜いていただく必要もあるのかなというふうに思います。2つ目、入居状況詐欺ですね。具体例で言うと、クリス部分ですね、カーテンを取り付けたりですとか、電気をつけてあたかも入居してますよという雰囲気を出してですね、お客様に満室に近いような稼働状況だというふうに謳っておいてですね、蓋を開けて引き渡しが終わってみると、本当は全く入居がついてなかったというような手法になります。こちらの対策としては、実際に賃貸借契約書を見せてもらうとか、しっかりと現地の確認を行って、本当に入ってるかどうか、別の時間帯にでも一人で見に行ったりだとかして確かめていただく必要がございます。3つ目、二重譲渡契約ですね。こちらに関しては、一つの物件を複数人に売りつけるというような手法になります。実際にもう代金の支払いも済んでいるのに、ご自身の所有権が得られないというケースに陥りますので、対策としては、その不動産業者さんをある程度お調べいただいて、実績ですとかクレーム等が過去あったかどうかなども確かめるといいかもしれません。4つ目、サブリース詐欺ですね。こちらは、安心して家賃収入が得られますよっていうサブリース契約のよくあるやり方なんですけれども、実際には契約の解除ができないっていうケースに陥ったり、それがもう20年30年という長期間にわたって解約ができないっていうケースになったり、サブリース会社さんの方から賃料の減額をですね、ずっと行われて、どんどん収益性が低くなってしまう。そのため返済も滞ってしまい、せっかく所有してた物件に対して全く利益が取れないというような状況に陥ったりします。こちらの対策としてはですね、契約書の内容をよく読んでください。契約書をしっかりじっくり読むと、オーナーさん側に大きな負担がある契約内容になってしまうかもしれないので、そうなった際は契約を破棄する、そもそも署名をしないというところで、絶対に契約を締結させないように動いていただければなと思います。5つ目、海外不動産投資詐欺ですね。こちらは、存在しない海外の不動産を売りつけられて、それを買ってしまうということで、実際には存在しないので、ただお金をどこかに支払って終わりという、ひどいやり方ですよね。対策としては、やっぱり現地を見るしかないのかなと、あとはそのどれだけ業者さんが信頼できる業者さんなのかというところを見抜いていただくしかないのかなと、もしくはもう海外での収益物件を持つということはせずに、国内のしっかり見に行ける範囲内でご自身の目で見て確かめるというやり方に切り替えていただく必要があるのかなと思います。6つ目、囲い込み詐欺ですね。囲い込み詐欺というのは、その不動産業者さんがお客さんをもう完全に囲い込んでですね、自社の物件を売りつけるということをするんですよ。そうすると、自社物件しか紹介されないで、それをこう強引に買ってもらうというやり方を取るので、場合によっては本当に変な物件、収益性のないような物件を高値で売りつけられてしまうという可能性もございます。対策としては、もっと他の物件を紹介してくださいですとか、これはこういった理由で買いませんという、こうはっきりと断るような勇気を持っていただければなと思います。もしくは他の業者さんの話を聞いてみるですとか、自分で良し悪しを見極めていただければなと思います。最後7つ目、デートもしくは婚活による不動産投資詐欺ですね。最近多いのが SNS ですとか、マッチングアプリで知り合った男女に多いらしいんですよ。なので、付き合って間もない、知り合って間もないっていう状況の時に、勧誘ですとか買ってほしいっていうお願いをされたりする場合は、引いた目で見ていただくことをお勧めします。
ここまでお話しした不動産投資詐欺に合わないための対処法をご説明して今回は終わりにしたいと思います。一つ目が、ご購入される際には不動産投資とは何ぞやというところからしっかりと知識を身につけていただく。書籍だったり、最近では YouTube なんかでも情報を発信って大いにあると思うんですけれども、そういったところを見て読んで皆さんの知見を広げていただいた上でご購入に向けて動いていただければなと思います。2つ目が、信頼できる不動産会社さんを選んでいただく。本当いろんな業者さんにお話を聞いてみるのもいいですし、最初に出会った営業マンが信頼できるのであればそれでも構わないと思います。この人から不動産を購入すればまず問題ないんだという営業マンを見つけていただければ、いいものをご購入できるのではないかなと思います。3つ目、これが一番重要ですね。わからないことがあったら絶対に聞いてください。見栄を張って大丈夫、わかりますっていう風にしていただくと、逆に我々営業マンからしても分かったもんだと思ってですね、話を進めてしまうことがよくあります。なのでですね、少しでもわからないことがあればどういう意味ですかという風に聞いていただければ、丁寧にご説明させていただきますので、ぜひですね、わからないことは絶対に聞いていただければ気持ちよく取引に向かえるのかなと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。弊社では随時無料面談も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。本日もありがとうございました。